여러분, 오늘은 연말연시에 꼭 필요한 아케마시테 오메데토우고자이마스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 연말연시의 시즌이 最近 굿도 増えた 질문가 아케마시테 오메데토우고자이마스っていう 挨拶が 새해 복 많이 받으세요 っていう 挨拶 나노와 なんとなく みんな知っている. でもそれは 年末に最後にお別れする人にも使っていいのか、必ず日本の明けましておめでとうございますみたいに、新年じゃないと使えないものなのか、でも韓国に行くと、年末でも새해복많이받으세요っていう挨拶をしてる人も見たことがあるし、一体これはどういう意味なの？そして、どんな時にどんな風に使うのが一番適切なの？っていう質問がすごく多かったので、これについてちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、一つ目は私が3、4年前に会社員生活を韓国でしてた時に、年末にお別れする時、大体韓国っていうのは旧正月なので、新年の年末年始1月1日っていうのはあんまり大事じゃないんですね。で、新年っていうのが新正っていうふうに言われてて、旧正月の方が旧正っていうふうになってるんですけど、新正の方はそんなに特別視されてなくて、でもカウントダウンはします。ハッピーニューイヤーのカウントダウンはするんですけど、日本みたいに盛大にお祝いしないし、1月1日だけ休んで、1月2日からはもう大体みんな働き始めるのが一般的です。なので本番はやっぱり旧正月になるんですけど、そういう感じで会社でも普通に12月31日までお仕事をして、で次の日だけお休みっていう感じだったんですけど、最後の年末のお別れの挨拶の時はやっぱり「여러분새해복많이받으세요」でした。で、私もこの時初めて気づいたんですよね。明けましておめでとうっていう意味で把握してたら、ちょっと混乱しちゃうような挨拶だな、日本とは認識が違うなっていうのがあって、で、でも年末にも使えるような、きっと良いお年をとか、明けましておめでとうございますっていう意味も含まれてるような、そういう総合的な挨拶なんだなぐらいしか認識してなかったんですけど、年末年始には使っていいものなのか、それから1月1日以降いつまで使えるのか、それから旧正月の時にじゃあもう一回この挨拶をするのかっていう、この辺の疑問点があると思うんですけど、ちょっとこの辺を含めて韓国人の知人に実際に聞いてみました。で、そしたら返ってきた答えが、1つ目は、明けましておめでとうございます、ハッピーニューイヤーっていう同じ意味を持つものっていう認識で合ってますよっていうことでした。やっぱり明けましておめでとうございますっていう意味を持ってる挨拶なんですけど、じゃあなんで年末にも言うのかっていうと、年を明けてからじゃないともう年内は会わない人には前もって挨拶をしておくっていうような意味合いが込められています。明けましておめでとうございますっていう意味を持ってる言葉なんだけど、年明けてすぐには挨拶できない人たちに対して、お別れの挨拶として、良いお年をっていう意味で「セイボンマニファドセヨ」っていう挨拶でお別れをするっていうことですね、年内でも。で、じゃあ年を明けて、例えば1月2日に出勤しました。で、その時はセイボンマニパズセヨっていう挨拶をもう一回するのって言ったら、やっぱりするそうです。本来の意味はやっぱり明けましておめでとうございますと一緒なので、出勤したらセイボンマニパズセヨを、日本の明けましておめでとうございますみたいな感じで入ってきて、一発目でその挨拶をすることはないみたいなんですけど、やっぱり例えば年内のその最後のお別れの時に言いそびれてた人とかに対して、改めて挨拶をしたりする時とかも使うそうですし、で、じゃあ年内の挨拶の時にはもうしてて、で、また年明けてすぐ会いました。で、その時をもう一回言ったらどういう感じなのって言ったら、やっぱり2回目だねみたいな感じで冗談っぽくこう笑い合うこともやっぱりありうるそうです。同じ言葉の挨拶なので。でも年末にも使えるし、年明けにも「セイボンマニパドセヨ」っていう挨拶は、例えばそれが1月5日とか6日とかちょっと遅れたタイミングであっても、新年明けて初めて会う人になったらやっぱり言う挨拶だそうです。で、旧正月の時はじゃあどうするかって言ったら、私は旧正月の時も改めてその挨拶をするのが一般的だと思ってたんですけど、聞いたら「クンジョル」って言って、その家族の中で例えばおじいちゃんおばあちゃんとかに
日本でいう結局年明けて明けましておめでとうございますって言っておじいちゃんおばあちゃんからお年玉をもらったりするじゃないですか。それと同じで韓国もクンジョイって言ってセイボンマニパドセヨって改めて挨拶をして大人の人たちに、でそのセベットンって言うんですけどお年玉のことを、同じようにセベットンをもらう風習があります。そのやり取りは旧正月の陰暦の方の数えで、毎年日にちが変わっていくので陽暦だともちろん決まって1月1日が年明けってなりますけど、旧正月の場合は暦の読み方が違ってくるので、2020年は1月24日25日そのあたりになるんですけど、去年とかは2月だった覚えがあったりするので毎年日にちは変わってくるんですけど、まあその時のタイミングで挨拶をしてお年玉をもらうっていう風習を同じようにします。私がこう実際に暮らしてて新年もそうだし、やっぱ年末も同じぐらいこの挨拶のやり取りがすごいいっぱいあったので、年末年始のシーズンに一番やっぱり使う挨拶としてセイボンマニパドセヨっていう言葉が行き交いますね。で旧正月にはそこまで行き交わないけど、そのクンジョルって言ってしっかり改めて挨拶をするときはやっぱりそのセイボンマニパドセヨの言葉で挨拶をしますよっていうような感じの認識でした。なのでこの辺がよくわかんないっていう人はこんな感じの認識を持ってもらえればいいんじゃないかなと思ってお話をしたのと、もう一個じゃあ明けおめみたいなちょっとこうラフな、もうちょっと固くない挨拶はないのって思ってる方もいると思うんですけど、この場合は私は一番自然にこうなんだろう、いっぱい周りから聞いてた挨拶はハッピーニューイヤーです。ハッピーニューイヤー、これはハッピーニューイヤーを韓国式の発音というか言い方に変えるとハッピーニューイヤーになるんですけど、ある程度ね仲良くてタメ語で話しててとか、ちょっと年上でももう友達関係が深かったりとかしたら、特にこうすごい目上の人とかじゃない限りはハッピーニューイヤーって言っても全然失礼ではないので、ハッピーニューイヤーって言ったり、もちろんセイボンマニパドセヨを自然に言えれば一番いいんですけど、なんかちょっと改めてね言うのが恥ずかしかったり、もう何回も言っててもうちょっとラフな感じで挨拶をしたいっていう時だったらハッピーニューイヤーを使ってあげるといいかなと思います。実際使ってる人も多いので、明けおめぐらいの感じで使いたい言葉としてはハッピーニューイヤーがすごくいいんじゃないかなと私は思って使っています。うん、ということで今日は実はこれ今もうね31日ですね。このタイミングになってやっぱバタバタってこの質問すごい受けたので、あ最後の日はこの話をして終わりにしようって思ってたので、ちょっと、そうですね撮ってみたんですけど、参考になればいいかなと思います。で、ね、年末年始で韓国に旅行に来てる人も多いでしょうし、日本でゆっくり過ごしてるっていう人も多いと思うんですけど、韓国ね昨日今日がめちゃくちゃ寒くて、今もう本当にちょっと肌が出てたら痛くなるような、あの韓国特有の寒さが来てます、昨日今日で。で明日からまた暖かく、そう明日、そう明日ですね、1月1日、2020年の1月1日からまたちょっと暖かくなるなんてことを言ってたりもしたんですけど、実際どうなるかは分かんないんですけど、今の時点ではめちゃくちゃ寒いです。もう本当にロンペディン、長いあのモコモコのお布団みたいなダウンが必須な状況で、頭もできれば帽子とかかぶった方がいいぐらい、もうちょっと冷たいぐらいなので、できればマスクとかもして、韓国に今いらしてる人は暖かくして、ぜひ観光、年末年始の観光楽しんでもらえたらなと思います。ということで、저는이제집근처에있는자주가는바에서친구들이랑모여서카운트다운하러이제가겠습니다。ここ 1,2 週間ぐらい喉がもうすごい潰れてて、まだちょっとガラガラで完全には戻ってないんですけど、それでちょっと久々の投稿にはなっちゃったんですけど、これからねまたちょっと気合い入れ直して、今一生懸命ケアしながらこれからまた活動、2020年も2019年よりもさらにパワーアップしてどんどんやっていきたいと思ってるので、来年もぜひ引き続き楽しんで、私のコンテンツを通して韓国語の勉強のヒントに
してもらえたらなと思っているので、一緒に頑張っていきましょう。ということで、今日はここまでにします。アンニョーン。